にちは。今日は公園でございます。こんばんは。そうです、今日はみきちゃんの生誕祭でございます。そう、さっき甲子園見てました。ちょこっと慶応が優勝しましたね。今日のお弁当は鮭とハンバーグと、なんだっけ、もう一個なんだっけなんだっけなんだっけ、思い出せません。なんかありました。唐揚げ忘れました。タルタルの何かかな。ごめんなさい。唐揚げ劇場を向かうね。待ちしております。ちょっと日焼けしました。わかんない、光のせい、光のせいかわからないけど。ぜひね、25からか、ドリンクは販売されるの。25だっけ。25だよね。土曜から、土曜か、ん、違う、金曜、そうね、25からなので、ぜひ劇場に立ち寄る際とかは飲んでみてください。お願いします。あ、おにぎりもぜひ持参していただいて。はい、双子の生誕か、双子の生誕あるか、25です。お願いします。ごめんなさい、手が疲れました手が疲れました。ちょっとローアングルでお届けします。そう、ローアングルすぎて顔が。そう、今日はくるみんが出てくれます。こんにちは。あれだね、あれを持ち歩いたがいいね。
甲子園終わりました。操作してない？操作してない。誰の声？スタッフさんスタッフさん、スタッフさんです。アイリタン、アイリタンは多分お休み中です。こんにちは。こんにちは。どうすればスタッフさんになりますか？もうそのままでいいと思いますよ。慶応優勝ね、おめでとうございます。アヤムロの空の青さみたいね。いつかあるかな、スタッフさんというかマネージャーさんが当て込んでくれれば リーダー部屋じゃない。リーダー部屋なんてないよ。あやめろって野球わかる。WBC でちょっと理解しました。はい。WBC で。キラスキみたい可愛いよね、キラスキ。 WBC って何の略？ワールドベースボールカップ、ワールドベースボールカップクラブ、なんだっけ。あ、クラシックだ忘れちゃった。ワールドベースボールクラシックだ。言えたんですけどね、 WBC 中はちょっとね、いろいろ混ざっちゃいましたね。ほとんど当たってるんでね、大丈夫ですよ。本当です。ゆずさんに怒られろ。内緒で、すいません、内緒で。ちなみにクラシックとはどういう意味？え、クラシック普通になんかそういう大会ってことじゃないの？こんにちは。
公演前のお勉強タイムですね。そう、今日も楽しみです。何のスポーツが得意か。バドミントン、テニスです。得意ってわけじゃないけど、まあできるもの。そうですよ、テニス少女でした。わ、照らされてる、光に照らされてる。光に照らされてます。そうそう、昔ファンの人とバドミントンしてましたね。ね、またバドミントンやりたいですけど、復活しないかな。そうです、今日は公演でございます。ウィンブルドンはどこにありますか。ロンドン、急な。ウィンブルドン、テニスだからか。テニスラケットはヨネックス。テニスラケットはヨネックスでした。はい。うん。こんにちは。こんにちは。ヨネックスって何の略？え、さすがにわからない。略なんだあれ。ヨネックスっていう名前だと思ってた。正式名詞あんの？公演前に眠たくならないタイミング。私はほとんどヨネックスってか全部ヨネックスでしたね。はい。お、出ました。536日です。ありがとう。ありがとうございます。ヨネックスオータ、ありがとう。ヨネックスオータです。さ、ということで今日はみきちゃんの生誕祭でございます。公演入られる方ぜひ盛り上げていきましょう。
よろしくお願いします。さあ、ということでみんな行ってまいります。じゃあねー。じゃあねー。